やーいやーい、お前の母ちゃんリベリスト、俺の歌だろう。俺は真面目でサラリーマンを召喚。一回です。今日はですね、ラメッチに遊びに行くんですけども、またはい、ちょっと夜遅いんでね、まあなるべく早く行きたいということで、ちょっと今日はタクシーを使ってね、彼の家に向かいたいと思います。普段はね歩いて行ってるんですけど、そう行きたいと思います。そこでですね、まあ普通にタクシーに乗ってもね面白くないということで、今日はですね第1回、若者がいきなりギャル語で話しかけてきたら、タクシーの運転手さんはちゃんと会話できるのか。あ、しもやっけ。イグジットさんがね人気出てますし、ちょっとね、ギャル語の方もね面白いのかなとやっていきたいと思います。では行ってこう。よいしょ。あ、すいません。あれ、わかります？カーナビで行くんですか？あ、カーナビで行くの？カーナビで行くとは、道案内できます？あ、はい、ビッグウェイズ。最近すごいチョボパンなんですよね。チョボパンって知ってます？超膀胱パンパンなんですよ。運転手さん今おいくつなんですか？今67歳。67っすか？はぁ、マンジだ。ちょ、またね、昨日も牛しばいちゃって止まんないですね。牛しばくってわかります？吉牛で牛丼食べることなんですけど、 HK、 なんか運転手さん結構アスパラベーコンのタイプですか？見た目は肉食系なんですけど、中身は草食系な人みたいな、言われません？アスパラベーコンだなって。そんな感じだな、言われます。僕の友達になんかデルモの人がいて、なんかその人がめっちゃなんか束縛器っていう風な話を聞いてて、これまだまっすぐなの？あ、まっすぐですね、それ。なんか束縛器な女の人ってどう思います？いや、わかんない。束縛がすごい女の人なんですよ、束縛器っていうのは。あ、そうなんだ。はい、なんか最近の若者言葉ってこういうのが多いんで、今22なんですけど、割とそういうのでエンドってるっていうか、バイブスが上がりますね、この時間帯は。バイブス分かります？分かんない。テンションが上がるみたいな。この前なんか、ビニったんですけど、めっちゃガン内したことがあって、うん、結構ガン内っていうか、もうガン内天丼丸みたいな、ガン内天丼丸みたいな、ガン内天丼丸みたいな感じなんですよね。うん。あれ、空気いて、あ、やべ。ルーキーが痛い。 ありがとうございます。マジ助かりました。いや、もうマジで運転手さんすごい気上手で、あ、どうもどうも、マジビッグラブっす。じゃあ、お疲れ様です。お寒いだー、お寒いだー。マジパーね、もうバイブス上がって、もういいかな、今日帰っていいかな。じゃあそろそろね、おさらばしようかなと思います。では、とくさりー。